スタートしました。少しばらついたスタート。スイフトカレント後方、ビクトリーも最後方です。先行争いは川上プリンセス、これをエイシンレプティまずかわしていきました。マンハッタンスカイ2番手、インコース川上プリンセスが3番手、桜メガワンダー4番手、その後は一戦ナムラマース、外からローゼンクロイス、あと中段馬群の中インキライビ、アドマイヤオーラ並んで、マトルバニアン、タスカータソルテ、インコースワンモアチャッター、エリモハリアー、その後アサカディフィートが行って、マチカネオーラ、金利剛王、スイフトカレント、一頭ポツンと最後方ビクトリーです。1コーナーカーブを回っていきました。逃げましたエイシンデプティ、2馬身リードを取っています。マンハッタンスカイ単独2番手、2馬身差じわっと、ローゼンクロイスが3番手に上がって2コーナー、インの4番手川上プリンセス、向こう正面桜メガワンダー、その後5番手で、あとナムラマース、ワンモアチャッター続きました。2馬身切れました。中段タスカータソルテ、インキライミ、その外アドマイヤオーラ、インコースバトルバニアンでじわっと並んでいくマチカネオーラ、その後エリモハリアー、アサカディフィート、金利剛王、おしまいから3番手、その後2馬身がいてスイフトカレント、1頭依然ポツンとビクトリー最後方で、今800を切っていきました。これから3コーナーカーブ、エイシンデプティリードは体半分になりました。マンハッタンスカイ外並んでの2番手、3コーナーカーブ、そしてマチカネオーラ動いていった。マチカネオーラ3番手から前に通り並んでいって3コーナー600を切りました。その後1馬身半差、4番手ローゼンクロイツで、インコース川上プリンセスが上がっていく。第4コーナーカーブ釣れるように、アドマイヤオーラ外から押して上がっていきました。桜メガワンダー一段になって第4コーナーから直線、あと追い込み勢外に出してインキラインも追い上げている。さあ直線の攻防はエイシンデプティ粘っている。マンハッタンスカイ、マチカネオーラ、この3頭の競り合いに川上プリンセス追ってきた。200を切りました。桜メガワンダー、アドマイヤオーラ伸び足はどうでしょうか。粘るエイシンデプティ、マンハッタンスカイに外から川上プリンセス、これは2番手争い、エイシンデプティゴールイン、2着マンハッタンスカイか川上プリンセスか、その後桜メガワンダー、そして強襲をかけた金利剛王、その後続いていました。